内装して、ナイスが、もう県外だし、ナイスどうするの、ナイス県外だよ、10位以内にはずっと入ってたんだけど、2ヶ月間ぐらい、2、3ヶ月ぐらいね、ちょ、ナイス押してよ、ナイス、おお、24になった、ちょっとね、波がないやつとずっとコラボして疲れてるから、多少ね、まあ俺だったら気使わないだろうし、休ませよ、ちょっと、かわいそう、やっちょみたいにね、 DM さらしてね、叩く方が自分にとって利益はあるのかもしれないけど、アンチを取り込めるからね、そういう部分じゃないんですよ、人としてね、会いに行くから、かわいそうだわ、
番にゃん。 DM 来ないけど、やらないよ。つまりはもうそんな気持ちないでしょ。つばにゃん、 DM 遅くなってごめん。もう着いたのかな、つばにゃん先生は。つばにゃん先生着いたのかな。時計のとこにいるから聞いて向かいます。はい、花火ありがとう。なんで泣いてんの、どうしたの。つばにゃん、ゆっくりでいいからね、今めちゃくちゃ急いで向かってるから。うん、分かった。ゆっくり向かってね、大丈夫だから。大丈夫だよ、ゆか、俺がね、行くから。一度はね、やっぱリスナーに反対されて断ったけど、やっぱり俺しか守れないから。俺が守るから。大好きだよ。ゆかのことが好きだったからピエロも送り込んだのかもしれない。愛してるよ。一緒になって悪口言ってる陰キャとは違うから、わかる。ゆか、叩かれたって潰れたっていいんだよ。それぐらいの気持ちで今から会いに行くから。お、ゆかゆっくりな。まあ中にいても噴水のところはね、暑いからゆっくり。もうあとね、5分10分で着くから。
元々カノと別れた時に励ましてくれて、僕にチャンスをくれて、今こうしてここに立ってこうやって喋ってるのもツバニャンがきっかけくれたから。僕は恩をあだで返さない、酔ってないよ自分に酔ってたから。